どうも皆さんこんにちは、アラタシックスベースの新田です。今日は、ゲストの、お客様をお呼びしております。愛さんです。ちょっと バンド名すみません、ちょっと覚えれないんではい、ディセンダンツオブダイナソーズ、はい、訳すと、はい、恐竜の子孫です。へえ、そうなんですね。です、恐竜の子孫の愛さん。はい、何ですか哺乳類だっつーのでそんな愛さんに今日来ていただいたのは、愛さんの愛する愛機をちょっとご紹介、していただこうかなと思って今日呼びしました。もちろんバンドの方もね、バンドの方の詳細は後で出しておきますんで、今日は、ぜひ愛さんのちょっとその愛するね、パートナーの、はい、紹介を、していただけるということなんで、今日は、お邪魔していただきました。はい、この方ですよね、こちら。はい、この方。はい、この方です。こちら、どなたさんですか？はい、リングウォールさんです。リングウォールさん。はい。リングウォールさんの、コンバッションっていうシリーズですね。コンバッション。一番安い、レベルのものです。あ、一番安いんですか？はい、多分ね。あ、でも見た目すごいなんか、豪華ですよね。見た目は本当に。うん、もう5弦ベース。はい、5弦です。リングウォールは、どちらの国から来られた方なんですか？リングウォールは確かカナダですけど、この素材はもう韓国だと思います。あ、うん、あ、じゃあ韓国生まれのカナダ育ち、うん、カナダ育ちそういうことかなカナダで、うん、あ、組み立ててっていう、韓国系カナダ人みたいな。はい、あ、そんな感じなんですね。はい、すごい、韓国系カナダ人うまいな、うん、でなんかそう、リングウォールといえば、うん、なんか僕がちらっと聞いたのはこのフレットなんですか？はい、フレットすごいですよね。これこうずらっとこう扇状に、そう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 、うん、うん、それがファンフレットって言われてるものですね。だんだんこう見えますかね、こっち側はこうなってるんですけど、上に行くにつれてこうなっていってるんですよね、うん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 、ぶっちゃけ弾きやすいんですか私慣れちゃったんで、 あまり何も考えずに、もう、へえ、すごい、もう、あ、でも5分で慣れます。そんなもんなれます、絶対慣れます。なんか絶対なんか敷居が高いとか、かっこいい、絶対無理とか思われるんですけど、うん、もうとんでもない、そんなことないですよ。もう誰でも弾ける。へえ、あれです、大丈夫。そうなんですね、うん、僕はもうね、うんうん、ドストレートのものしか、ストレートなんで、うん、はい、いや、ストレートなんで、まっすぐなものしか、ね、触ったことないんですけど、はい、うんうん、うん、へえ、で、すごい、ここもね、斜めで、はい、うん、全部斜めってます。ブリッジもこう、バラで斜めみたいな感じで、斜めてます。で弦ももしかしてこれ、はい、あれなんですか？はい、専用です。専用の弦、うん、でここニュージーランドで、あ、ここは買えないんで、もうディグウォールのオンラインショップがあって、あ、そこにオーダーして2週間ぐらいかかったかな。あ、そんなかかるんですね、うん、で 3パック買うとシッピングコストがタダなんで、大体3パックで、うんうん、でもそれでも100ドルいかなかった、行ったか行かないかぐらい、3パックでだからそんな高くないんですよ。そうですね、うんうんうん、そうですね、うん、お値段も手頃、まあ弦はね、弦は手頃でした。でもね、他に私ネオンが好きなんですけど、ネオンが使えないっていう、DR の、あ、なるほど、もう専用のものしか使えないって感じなんですね、うん、へえ、すごい。で、なんかここもいっぱいありますよね。はい、これは、順番に、はい、メインボリューム、うんうんうん、これが4つですね、トーン切り替えですね、うん、ああ、でこれがベースかな、うん、で、うん、トレブル、あれ、じゃあミドルトレブル、ミドルでトレブル、ミドルでトレブルコントロールですね、はい、EQ、ここが EQ で、これがピックアップの切り替えで、うん、これはボリュームと、うんうん、これは何なんですか？これパッシブアクティブのスイッチです。なるほど、なるほど、パッシブアクティブのスイッチ、はい、切り替え、はい、あ、なるほど、すごいですね、うんうん、で、これ4つ、はい、1,2,3,4 つのモードあって、はい、上の、うん、上のピックアップのモードと、うん、でこうしたら両方、うん、でこれも両方、どっちだったかな、うん、そうそう、両方、はい、でこれにしたらこっちだけ、うん、で真ん中2つはなんかこう、なんかあれ、うん、両方ですね、両方も2つのタイプがあるっていう感じなんですね、はい、何でしたっけシリアルとパラレル、あ、シリアルとパラレルシリアルとパラレル、はい、
シリアルってあの朝食べるやつ。え、ではない。そんなことが出てきちゃった。すいません。え、まあ、シリアルモードとパラレルモードと、はい、あるということですよね。すごい。で、これはあと裏はどうなってるんですか。はい、裏が、はい、よいしょ、こんな感じになってます。あ、なるほどね。こう、まあ、こう2つに分かれてるタイプのやつで、うんうんうん、で、ここはまあ内臓部分で、うん、内臓で内臓胃とか腸が入って胃とか腸そう、胃とか腸出てきちゃってる。心臓とかこう入ってるね。で、これなんだ、これなんかこう、これがもう電池なんですけど、マグネットなんで、パカってすぐ開けられた。すごい。これがお気に入りです。すごい、ここに、ここ、こう磁石ついてて、はい、ここでこう、パコって、すごい楽っすよね、これ。はい、これもうすごい、もう感激しました。なるほど。で、9V の電池2つ入るって感じですね。へぇ、すごい。いいで、この色はこれ、何色になるんですか、これは。これ見た目ピンクなんですけど、なんか、ホワイトという種類だそうです、はい、シースルーホワイトかな、なんかそんな感じの、シースルー、全然なんかクリーム色って感じですけどね。そうですね、なんか、オフホワイトみたいな感じの、はい、色が良くて、なるほど、気に入ってます。これが噂の、リングウォール、はい、リングウォールさん、かっこいい。見た目がコッパーこう、わーってなりますよね。あ、やっぱりギョッとします、ね、でも今流行ってますよね。めっちゃ流行ってます。僕、ね、ちょっと疎いね、そういうとこは。いやいやいや、ニュージーランドでは見たことがないですけど、日本だともうめちゃめちゃ今売ってますね。あ、そうですね、他の国では流行ってるっていう感じで、はい、なるほど。じゃあちょ どんな音をするのかちょっと聞いてみたいんですけど。うわ、マジですか。ちょっと僕触っていいですか。じゃ じゃあ触ってきたっすね。はいはい、すごい、こんな、アンポート入ってないかな。ポート入ってんきゅう、入ってん、すごいな、これ。あ、今フロントかな、じゃあ、これが、順番に言うと、フロントですね。で、フロントで、これが一個ずらしたら、パラレルから、パラレル、これがシリアル、ああ、刺さった。で、これがリア、なるほど。パラレルとシリアルって何が違うんですか。パラレルがジャズベタイプか。じゃあ、弾き心地ですけども、はい、すごい、なんかちょっと数分弾いたんですけども、なんとなく、慣れます。なんかこう、この角度がなんかこの、このフレットの角度がこうちゃんとこの、あの、押さえやすいように考えられてこう作られてるなって思いました。そうですね、手がこう伸びていくとどうしてもね、そういう指の感覚になってくるから、確かにね、そうですね、やりやすくはなってるかな。まあ、ちょっとハイポジがちょっと難しいかな。まあ、こうでも単音で弾く、弦一本一本単音で弾くのにはもう全然いいかなって感じです。はい、ちょっとでもこうコードで弾こうと思ったらちょっとコードちょっときついです、きついかなって。まあ今はね、でも慣れたらまあ違うのかなとかとも思いました。って感じですね。なるほど、わかりました。ありがとうございます。いいえ、どういたしまして。はい、はい、これがリングウォールの、コンバスチョン、コンバスチョン、え、コンバッション、コンバッション、はい、ですね、わかりました。ディセントダイナソー、ディセンダンスオブダイナソー、ディス、の、なんか告知とかありますか。あ、そうでした。いいですか。はい、いいですよ、全然。はい、本当に。どうぞどうぞ。あ、じゃあ、確か、今のところの情報ですけど、10月の25日に、はい、
ケイロードにあるワインセラーの方でライブをやらさせていただくことになってるようなので、はい、またあの Facebook などでどんどん告知させてもらうのでぜひ調べてください。お願いします、はい、来てください。あのバンドのその、うん、あのウェブページあの こちらに書いておきますんで、この辺に書い出しておきますんで、ごめんなさい、番組もう一回お願いします。ディセンダンツオブダイナソーですのウェブサイトです。ライブが10月の25、オークランドのケイロードのワインセラーでありますんで、皆さんよかったら、見に行ってください。はい、よろしく、はい、よろしくお願いします。じゃあ今日はこの辺でまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。